皆さん、こんにちは。YK スケです。本日、2024年11月27日、15時58分、先ほど、猿の惑星を、Amazon プライムビデオで見始めたんですよ。で、ちょっと待ってくださいね。いや、その、急に、誰か、何か見たら、こう、出現する人たちがいるでしょ。いるっていうのは存在するでしょ。猿の惑星見てた。10分か。15分ぐらいし。誰か階段登ってきて。で、1名は女性で、鳥の奥田さん。もう一人は老人なんです。渡辺って。さすがにその昔からその時声出てった。面白いかおかしいか、ちょっと渡辺オーナー鍵とか探してね、あれないと出た頃見当たるわけがない。もうだいぶ前からそう、209号室インターホンとか押しても、イルス使ったりするかわからないですよ。どこの部屋に入るか。その、本当にやめてほしい。そう、猿の惑星、まあ、2011年にジェネシスがあって、2014年にライジングがあって、けどこの間に何かありましたよね、猿の惑星シリーズ。2017年にグレートウォー。これね、ライジングまで僕見たかもしれないんですけども、ライジングもう一回見てから、グレートウォーは見たことがなかったはずなので、2024年、キングダムって書かれて。猿の惑星の先に火星専門家兵士機弾作り始めどうします。今さっき猿の惑星のね、声優さんの声でね、でも多分コンピューターが使ってるんだと思うんですけども、作るっていう声昔言ってた。猿の方がよく分かってる。思った瞬間、だから人間なのか猿なのか自分が人間って分かってる。そういう声が誰か聞こえてきてると、自分の方からボソッと言ってる人、映像みたい。猿の惑星で被害者を増やすのはやめましょうっていう。もうライジングで思い出しました。猿の最初手話でこう話して、オラウータンが出てきてちゃんと文字書いてほしい。オラってこんにちはじゃないですか。あと、ウータンの方がええ。ウータンって何なの？オラウータン。ちゃんと文字教えるだろ。まあ昔ね、サザンアイズっていう漫画は、すごい昔の漫画なんですけども、主人公が不死身で、名前がここに痛いにウーって書いてる。漢字だからまだ格好はつくけども、これカタカナでよこれ日本人にしか分からないと思うんですけど、絶対笑っちゃうでしょ。どんなにかっこいい技を出しても、はぁ、
まあちょっと長くなる話は置いといて。あのおじいさんもちゃんと自分から名前名乗りました。わかんないですよ、どこの渡辺さんなんか。昔の読売ジャイアンツのオーナーだった渡辺恒雄っていう人が心の前歩いてるのは何回か目撃したんですよ。2階の廊下で後ろからこう手を見して、もうこういうふうな感じでこうお買いを立てるような、わざとやってるんじゃないかなって、意図的にってこう演じるかな。さあ、まあね、もうか、猿の惑星みたいかかってくるって何がかかってきてるのか本当わかんないです。本当に僕は言われてる方だけども、それがかかってこられるっていう最初の方で鹿みたいな、ヘラジカみたいなのをこう狩りしていて、やっぱり猿の方が体小さいから、その群れに吹き飛ばされていく猿そこしやつ、ね、ついに途中でクマが現れる。まあそれを何かね、救援に駆けつけた別の猿がこう、まあ、その猿の群れでヘラジカをこう仕留めにかかったりしてたんですよ。待ち伏せとかしてこう槍を持ってる者たちとか、だから友達に「猿同士なんか戦ってないよ」って狩りする時や。全部笑い話に見てくる。猿の惑星落とし穴、獲物を仕留めるため作って場所を教えてもらえなくて落とし穴に落ちるシーンとかありましたっけ。さすがにそれを全部探すのは無理です。実際人間の世界であったかなすのかで考えてもらったら、うっかり埋めたら絶対そうなるでしょ。だって山の中に住所なんかないんですから。あの辺に罠仕掛けたから現場まで連れて行かなかったら絶対分からないじゃないですか。現場で村人全員見に来て落とし穴忘れて誰か落ちたらもういいからこんなややこしいもん。本当は採掘でしょとか、まあ、そういうような話になってくるんですけど、ちょっとね、まあ、今、例題を挙げて言っておきました。まあ、なんか、スターバックスができるだろう、なんだろうっていう、三井住友旧跡地に。で、そこへね、スターバックスなんか建てちゃダメよって昔僕は言っていて、もともとはそうだったんですよ。で、神戸市北区神戸電鉄の岡部駅の近くのイオンモールのところにそのコーヒーショップができたからか、まあ、喫茶店みたいなところができたからか、多分そうだと思うんですよ。もともとはダイエー系列の時はお好み焼きとか焼きそばとか売ってたんですよ。で、北新ビルの、喫茶店がまだ営業できてたんですよ。だからそこにそれを作られてから北新ビルの喫茶店が、閉店になってるんですよ。で、ワンピースで、高野目のミホークっているじゃないですか。ホークビルっていうところの隣に、ホークビルって2階建てなのにホークビルなんです。その隣にホークっていう喫茶店があるんですけども、なぜ高野目と言われているかって、こう、鷹は目がすごく良いって言われてるんですよ。上空からでも獲物が見えるように。目の視力は 5.0 あるとか、まあ、どっからどこまでテレビで放送することだから。お前いつから鷹になってみたいな話。
馬鹿にならないと分かるわけないじゃないですか、目の視力なんか。コンピューターとじゃあ嘘が混入してくる場合だってあるんですか。今までのことを考えると、テレビ局とか見るとそうでしょ、今まで僕の証言を言うと。だからだからまあそのホークっていう喫茶店さっさっさなかなか見当たらないよく見たらなんか高級車がね、たくさん今日も止まってました。一応撮影しておいたんですけども、もうスターバックスなんかいらないということで、本当に何でしたっけ、セイントセイヤの名前12級スターライト何でしたっけ、違いましたっけ、何かの RPG とかのロールプレイングゲームとかのわざわざの名前もいっぱい見てきたから、それこそわざわざも確認したくない以上です。家出るの相当時間かかります。声聞いても以上です。以上です。